マセラティ 4CLT はマセラティによって開発されたシングルシーターのレーシングカー。前作の 4CL に二段式のスーパーチャージャーとチューブ形状の車シシーを導入して1948年に製作された。4CLT は続く2年間で着実にアップグレードされ F1 世界選手権初年度に投入される究極型の 4CLT50 に発展した。 第二次世界大戦直後及び F1 世界選手権が始まってからの2年間に行われたレースで多くのプライベーターが 4CLT を選択した。実験モデルの 4CL に加えられたシャシーとエンジンの変更は最終的に 4CLT で採用された。モデル名に付け加えられた T はチューブラーシアシを意味した。 感情構造がもたらすねじれ合成の改善は、旧型直列4気筒エンジンのツイン化給機によるアップグレードに禁するトルク及びパワーの増加に対抗するために必要とされた。パワーは 4CL の220から 260BHP 程度まで増加した。その他には、クランクシャフトにローラーベアリングを使用、単造のリアサスペンションコンポーネントが含まれ、シャシーには、 油圧ダンパーが採用された。4CLT の最初のバリエーションは、1948年、サンレモグランプリでデビューしたことから、サンレモのニックネームで呼ばれた。アルベルト・アスカリが 4CLT で勝利したことで、そのニックネームは確立した。ルイジ・ビッド・レイジとレグ・パーネルが1948シーズンの残りのレースのうち5勝を獲得した。 F1 世界選手権の初年度となった1950年、ルイ・シロンはホーム戦となった1950年、モナコグランプリで3位となり、サンデモはマセラティにとって最高の成績を獲得した。世界選手権を戦った最後の 4CL のバリエーションは、アルザーニ・ボルピーニが改良した 4CLT48 で、1955年イタリアグランプリの予選を走行したが、 決勝には出場しなかった。1949年にはブレーキドラムの軽微な変更、ベーンから冷却スリットへの切り替え、コックピットの景気版レイアウトとオイルヘッダータンクの変更などが行われ、これに伴い 4CLT49 と呼ばれることもあった。それはファクトリーチームでは知られていなかった。アスカリ、ピロレージ、パーネルのトリオに ファンマヌエル・ファンジオとエマヌエル・ド・グラッフェン・リードが加わり、彼らは最初の15戦のうち9勝を挙げた。その中には、グラッフェン・リードによるイギリスグランプリでの勝利も含まれた。しかしながら、シーズン後半には、フェラーリとタルボの新車が急速に台頭し、マセラティは追加の3勝しか挙げることができなかった。1950年には、F1 世界選手権が始まった。 改良されたアルファロメオ158とすでに競争力を持つフェラーリとタルボに対応してマセラティは 4CLT のエンジンを再びアップグレードしたマルチパートクランクシャフト、軽量化とバランスを改良したロットより強力なスーパーチャージャーと点火タイミングの変更によりエンジン出力は 280bhp に達した1 0ラムの軽量化と 相まって、マセラティの性能は、アルファロメオと互角になった。短期間で、多くの改良が行われたが、最終的なアップグレードは10年前に設計されたエンジンにとってあまりにも多く、4CLT のグランプリにおけるパフォーマンスは、エンジンの不調によって妨げられた。シーズン唯一の勝利は、ノンタイトル戦のポーグランプリで、漢字をの手によるものであった。 同日にパーネリーもグッドウッドサーキットで行われたリッチモンドトロフィーで勝利している。その後デビッドハンプシャーもノッティンガムトロフィーを獲得した。ファンジオはまたアングレームで行われた F2 のランパートグランプリで A6GCM のエンジンを搭載した 4CLT で勝利している。スクーデリア・ミラノは 改良型の 4CLT を1950年及び1951年に使用したが成功しなかった。1951年にはプリンスビラが49年型の 4CLT のエンジンをより強力な 4450cc のオスカ製 V 型12気筒自然吸気エンジンに換装した。このエンジンは 300bhp を発揮し、ビラは シーズン前半にグッドウッドで勝利したが、世界選手権では、スペイングランプリに出走しただけで、一周目で、リタイアしている。九百四十九年後半には、残りの3レモがテンポラダシリーズ用に改修された。このモデルは 4CLT50 と呼ばれた。九百五十年の F1 用車両もしばしば 4CLT50 と呼ばれるが、ファクトリーでは、テンポラダ用車両のみが、 そのように呼ばれている。この回収は主に排気量を 1719cc に拡大することに限定されていた。これらの改良にもかかわらず、シリーズはフェラーリが支配し、最終戦の後マシーンはイタリアに送られ、F1 仕様に再回収された。マセラティ社を長年使用していたエンリコプラーテは、マセラティの F1 カーとしての欠点を認識し、4CLT48 を、 F2 オーマシンのマセラティプラーテ 4CLT に回収した。F2 は自然吸気車のため最初のステップは下吸気を取り外すことであった。その後パフォーマンスの損失を補うために圧縮比は2倍以上になり、排気量はクラス上限の 2.0L まで引き上げられた。改良型エンジンの出力は低かったため車体を軽量化しホイールベースを短縮して、 ハンドリングをシャープにした。1951年にド・グラフェン・リードがリッチモンドトロフィーを獲得し、ジュゼッペ・ファリーナはパリグランプリで勝利したが、1952年から F1 世界選手権は F2 レギュレーションで開催されることとなり、古い 4CLT のシャシーは重量型で、ライバルたちと戦うには出力も低すぎることが判明した。 4CL と 4CLT は1930年代後半からレース界での主力であったにもかかわらず戦争の影響から回復しつつあったヨーロッパのファクトリー勢から小型で軽量のマシンたちが登場し始めその人気を急速に失っていった現在も多くの 4CL と 4CLT が現存しクラシックカーのイベントに出場したり博物館で展示されたりしている ありがとうございます。